少々お待ちください。今日は1年ぶりぐらい、そうでもないか、俺そこまでじゃないかもしれないけど、そのぐらいのなんか時間軸です。なんか嫌な言い方。1年間で負けてたってことですか。はい、1年間のご無沙汰でした。はい、ってな感じ。音が出ております。はいはいはい、よし、さあもっこいっちゃいますか。久々でんな、久々です。はい、いきます。はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。しまくインスタライブももっことパッコの、はい、グルーヴナイト、グルーヴナイトです。です。突然思いついたように今日は元気なのよ。なんかいきなり、ね、あのパッコ参戦、モッコ参戦とか書かれててびっくりしたんですけど。そうです。困ります。困りますね。さて、久々のこの立ち位置、はい、舌が回んない、口が回んないっていうの。パッションさんらしくない。いや上がってる、そんなのパッションさんじゃない。いや上がってる。こんなずっこい子が隣にいるとピュアなパッコとしてはなんか嫌な感じよ。いきますか。今日はなんだっけ。今日は、はい、今ある中でおすすめコーディネートをパッコモッコ選んで着てみました。はい、着てみます。そうですね、はい、うん。どんな感じになりますか、はい、お楽しみくださいって言いつつ、それぞれに今着たい感じ、今着てほしい感じのコーディネート。うん、なので、今まで、ライブとかで紹介した感じのやつが重複してくるかもしれませんが、それはもう日々刻々とコーディネートしたい気分って変わると思いますので、今日のコーディネートということでぜひ見てもらえればと思います。そしたらモッコからいきますか。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくです。では私、写真係に戻ります。お願いします。はい、どうぞ。まずは、はい、その土曜日に、うん、1号店に届いたホッシーさんのアイテムの中から、はい、こちらのブラウス、はい、ご覧いただいたことのある方もいらっしゃると思いますが、はい、こちら、うん、来たので、来たのでって、はい、かわいいよね、彼女ね、はい、今年は、ぜひワイドパンツ、うん、デニムと合わせて着ていただきたいなと思いまして、このブラウスは、はい、この例のウエストリブの石子デニムのワイドパンツと合わせました、はいはい、この、うん、石子のワイドパンツ、うん、再入荷以降また人気ですね、うんうんうん、こんばんは。今日も素敵な素敵なテンション上げ上げのお品ありがとうございました。購入できて幸せです。ありがとうございました。こちらこそ、もうね、このところ立て続けでね、連日お買い求めいただいてありがとうございます。今日はまた欲しいのがあるかもしれない。今日はそういうわけで、久々ですがモッコ&パッコの、はい、フィーバーナイト、グルーヴナイトになります。あ、はい、グルーヴしてない。あ、まあ後で、じゃあ、はい、後で、はいはい、よし、お願い絶対ですよ、はい、お願いします。はい、はい、そうなんです、うん、でこのホッシーの、はい、ブラウス、はい、こちらはこの超ハイテンション素材もあるんですけど、はい、この肩、はい、肩の作りが、うん、とにかくおしゃれなブラウスになっております、うんうん、ね、なんかいいよね。今はね、肩パッドが入ってたりとか、うんうんね、肩にポイントのあるお洋服もいいんですけど、そうですね、このタイプのブラウスで、うんうん、一見コンサバな感じのこのブラウスで攻めてますね。肩パッドが入ってる感じにっていうか、しっかり作り込まれてパターンメイクされてますね。今開けて着て着るとこんな感じで開放的な雰囲気なんですけど、うんうん、こちらのブラウスは襟もすごく素敵なので、うん、止めて、うん、着るのもすっごいおすすめです。はいはい、今日も楽しみです。頑張ってください。ありがとうございます。はい、いつもご覧いただいてありがとうございます、はい。今日はひっちゃかめっちゃかになるかもしれませんね。なんないか？なるかもしれない、ね、はい、はい。こんな感じで止めてきても、やっぱりここのモード感がすごく効いているブラウスになっていると、はい、ね、綺麗ね、はい、思います、うん。その時ってさ、その紐どうする？これ紐があるからちょっと開けたんですけど、うん、もし完全にこうする、うん、
場合は、うんうん、私は紐締まっちゃいますね、うん、そしたら2通り案内した方がいいかもね。あ、はいはい、こんな感じで完全に、まあ、何かを出して、うん、着たいなっていう場合は、うん、紐をもう中に入れちゃうのは、はい、もう全然、ジョグパンツもそうですけど、うん、全然ありありです。ありありね、うん、でこんな感じでもいいし、あるかもね、綺麗だね、大丈夫このブラウスいけてますか、うん、はい、で紐を出した状態で、ボタンが1個外れてる、あ、すいません、はい、紐を、出した状態で中に完全に入れるのもまあまあありです。なんかさ、笑っちゃいけないんだけど意外に似合うね甘くない、このパフスリーブっぽい感じなんですけど、うんうん、違うんだよね、はい、本当によくできてるよ ね、甘くならないのがこのブラウスいいですよね、うんうん、ちょっとごめんなさいね、ほらへたらないんですか、そう、ほら肩がちゃんと残るんですよね、はいはい、本当にすごいですこれ、はい、ほらすごい、ちゃんと形はできてますよね、うん、すごいすごいすごい、いやすごいじゃない、すごいですよね、うん、スタートレックに出てくる女の人みたいそうですね、うん、ちょっと近未来、はい、でもこんなねブラウス職場でも着てたらむちゃくちゃおしゃれだと思います、うんうん、でいい意味でも悪い意味でも肩の幅が見えないあ、そうですね、うん、確かに肩幅を消してくれる、はい、肩幅ある方もこの感じだし、うんうん、ない方もこの感じになります、うんうん、であとこちらはわりかし、うん、そうね、こうシェイプしてあるので、うんうん、でも伸縮はものすごい効くので、うんうん、ぴったり着ても動きを制限されることはありません、うんうん、ですね、はい、今日はモッコセレクトはどういうイメージでセレクトしていますの？厳密に言うと次からこれは厳密じゃないの、なんかブラウスが可愛いからちょっとね、うん、急に着たくなったのね、このイスコデニムのウエストリブのワイドパンツ、はいはい、これ一応秋冬入荷ということで今年のね、はい、再入荷したんですけど、はいはい、またこれ入ったそばからめちゃくちゃ人気ですので、それでご案内したく、うん、合わせました、うん、三重カリメロさん、ちょっとどうしたみたいな、読みたくない、あゆうこりんに顔が似てるなに、そう、いや、ゆうこりんとは言われたことない、うん、アンパンマンだよね、アンパンマンはしょっちゅう言われる、はいはい、そうかそうか、はい、アンパンマンはしょっちゅう言われるけど、うん、モッチーさん可愛い、お似合い、モッチーさん、ゆうこりんにお顔が似てますね、でもね、可愛さ負けてない、よく、うん、マヤちゃん、あ小林マヤちゃん、あっち系ブリブリ顔じゃなくてね、うん、はい、ブリブリ、キャラが似てるってよく言われました、うんうん、はいはい、こんな感じで、こんな感じで、うん、本当に爽やか、いい感じの、うん、コーディネートになったと思います、うん、画面とか写真で見るとさ、ほっぺがパンパンだもんね、そうそう、似てますよ出るかな、そうですか、ありがとう、ゆうこに今わりかしこの辺に住んでるんですよね、はい、まだ会ったし会ったことないけど、うん、誰かは横断歩道で会ったって言ってました、うんうん、はい、で終わり、あ、そうなんか似てるよねって言われたとか ないね、全く言われてない、あ、よかった、ほっとしたただの人だもんね、スマークの、はい、はい、そんな感じですか、はい、このイスコデニムとともにおすすめです、はいはい、イスコデニムはこちらのお色、うん、ちなみになんですけどね、うん、こちらのブリーチは春夏よりも若干濃いんじゃないかなっていう色に、うん、なってます、うん、秋冬仕様なんで、うんうん、それと同時にこちらの、ちょっとワンウォッシュかけたインディゴが入荷しておりますので、うん、改めておすすめです、うん、もう本当にこれ、爽やか素材なので、うんうん、夏も履けるデニムになります、うん、そうですね、そんな感じでお値段いきます、はい、こちらのホッシーのブラウスがこちら38サイズで26,400円、うん、26,000円、これ1枚のみです、面内もこれ入れたんです、はい、はい、でデニムがヨッピさん、生もっちゃんはほっぺパンパンではないですよ
なんとなくね針でちゃんとプシュって、そうそうそう、なんかここに来るんですよね、うん、笑うとね、いいことじゃん。ありがとうございます、はい、こちらのデニム、うん、おたふくみたい、ちょっと値上げしたそうだよ、値上がりしてる、値上がりした、うん、がー、うん、こちらが19,580円になります。はい、19,580円。はい、うん、じゃあちょっと次のパターンを着てきます、はいはい。君が三連発やるの？あ、やっぱりほらストーリーができてるから。さすがです。人を使うのは天才的だね。構成作家と呼んでる。人にアイデアネタは全部出させて、まとめの仕上げが超一流。そうしましたら、モッコセレクトが3連発続きます。その後パッコセレクトが3連発、そんな感じです。大したものではないんですけど、割といいコーディネートできてると思います。お楽しみにお待ちください。少々お待ちください。なんか最近はずっとこっち側から写真撮りながら喋ってばっかりだ、気が楽なんだけど、ちょっと画面向かうと照れるね。やっぱりじゃあたまには出ないと。たまにはね、たまには出ない。楽を覚えちゃった。よいしょ、はい、ほっぺパンパンちゃん、なんかちゃんと答えてるし今日はでもいい天気で良かったですね、皆さんね。すごい、おお、かっこいい。今日来たお客さんがあのセオリーに行ってパンツを見てたらスーパーワイドでとってか足が2本ぐらいずつ入りそうな太さで、とても履けたもんじゃなかったって嘆いてた。面白いですね、うん、お、かっこいいね、アーミーな女、かっこいいですね、うん、いや、黒っぽい方がいいんじゃない。少々お待ちください。お、うん、黒だね。お、なんか顔がイキってるね。ちょっと、いや、すいません、ちょっと、うん、少々お待ちください。なんかなりきり女王っていう感じで、ね、雑魚の子って感じだけど、その子っちゃってますかね。その子さんにはおとなしくないですか。うん、これ、うん、そんなことないです。モッチーコーディネートはまた決まりすぎない良さがある。そうですね、うん、はい、親しみの持てる、はい、おー良いじゃない。うわお、かっこいいじゃない。こちらになります、うんうんうん、ちょっとここがへたってる胸元。わ、かっこよか。かっこよかですね。うん、かっこよかよ。例の、うん、あのマレーラのラメがめちゃくちゃ効いた、はい、あの朝の、うん、ブラウスとパンツのセットアップです。うんうん、よかよ、もっこ。よかですよね。うん、それにしてもネックレス一本だね。お、かっこいいって。お、本家本元のっこ女王でした。お墨付きだよ。お墨付きですか、うん、洋服の力で許してくれますか木工でで OK ですか、うん、これはもうね、私の方がもっといいけどね、うん、そうそう、きっと思ってるよ。あ、私が履いたら折り返し10センチしなくていいのに。そうですよね、はい、
あ、でもかっこいいじゃん。結構最近さ、役者になってきたよね。表情が乗ってきた服に、うん、作れる人。本当ですか、うん、すいません、なんか上を行ってます。いい収まりがすいませんね、うん、かっこいいです。お、お、何それ。お、なんかドヤ顔だって、はい、ドヤ顔だって。こちらがね、あのキャメルにゴールドのラメがむちゃくちゃ効いた、はい、セットアップになります。こちらシャーリングのワンピースもありまして、こちらは出たことあるんですけど、パンツは初めて、うんうんうん、そう、めちゃくちゃ長いんですよ ね、うん、これで、黒いスニーカーを履いたのでゴールドでジャラジャラして、うん、なのでこちらのかっこいい、この黒のチェーンバッグ、はい、なんかこのチェーンバッグが、はい、この夏やっと大活躍のなんかこう、うん、周りいろんなものとのなんかあれが取れてきた、うん、あ、いいじゃん、チェーンが取れてきたような、お、いいじゃん、こんな感じで、うん、でもそれまくった方がもっと軽やかじゃない。そうですあ、ごめんね、また一言言ってなかった、気に切らなくてすみません、ごめんごめん、また余計な一言言っちゃってらしいじゃん。それでこそだよ、君だよ。一発で決まんないっていう、そうそう、ナイスよ。だからみんな楽しみに来てくれるんじゃん。決まりきんないもっち、かわいいよって、決まりきらないんですよね、うんうん、それが持ち味、持ち味、安心感あってホッとする。こんな感じになります。よかやん、はい、このワイドパンツもあの、はい、ワイド、これだけワイドで、はい、さらにタックも入ってるので、うんうん、結構ワイドなんですよね、うんうん、で生地が張りがあってしなやかなので、うん、このあのワイドのこの、うん、落ち感としなやかさ、うん、この膨らみ方がかっこいいと思います。うん、それいいな、また入ったんですねって女王狙ってるぞ。これは40サイズになります。はい、あの入ったっていうか、うん、はい、いけてる。いけてますよね。いけてる。ね、この感じで、うん、このバッグが、やばい、このネックレスとともに、うん、あのめちゃくちゃいけるかと思います。はい、ね。でなんかこの感じがちょっとこうね、なんか。綺麗。なんかちょっとかっこいいですよね。洋服だよ。あ、洋服。勘違いしたね。綺麗だ。ちょっとなんかあの、うん、ワーカーなんとかみたいな。いやいやいや、もうそういうんじゃない。かっこいいですよね。あのイヴ・サンローラン店の2024年って感じよ。なるほど。うん、確かに、うん。服がね。うん、そう、服よ。服よ。うん。絶対服よ。はい。ああ、いいね、めちゃめちゃいいです、うん、お、かっこいいじゃん、ね、なんかこの金づくしみたいな部分ってあるけどね、はい、金のラメ紙が入ってるシャツにパンツ、はい、そしてポイントポイントが全部こうゴールドバックル、うん、ゴールドチェーン、うん、チェーン、あのバッグもゴールド、金が綺麗、そうですね、うん、すっごい効いてますよね、うんうん、黒を差し色にしてるのがいい感じですよね、うんうん、金が綺麗、うん、本当になんかいい感じ、うん、もっと開けて、うん、大丈夫、全然危なくないから、はい、誰が見ても安心のフルオープン、はい、そこまで開けていいと思う、そうですね、うん、ネックレス、うん、むしろそのぐらいで着てほしいかな、こんな感じです、はい、めっちゃいいですよね、体型にもよるけど、まあ基本的に中にキャミとかタンクトップ着てたら、はい、あの秋のね広いフルオープンしちゃっていいね、そうですね、うん、どんなナイスボディの方から、うん、あのひよこの方まで、はい、うん、ベルトがまた行きますもんね、そう、うん、このそれでこそ、うん、その感じでかっこいいと思います、はい、でこのパンツの感じ、うん、本当にいい感じだなと思います、思います、思いますよ、感じになります、はい、ですです、いい感じってね、いいですよね、いい感じですよね、うんうん、いやいや本当にいい感じ、いい感じ、本当にそう思います、はい、着やすいですし、うんうん、本当にこの辺のベルトの感じがめちゃくちゃ効いてる、うん、
でなんか着てて気分上がりますよ ね、うんうん、ね、なんかご機嫌な顔になってる、うん、なんかすごいいい感じがします、うん、次の自分のコーディネートでぶっくれないでねこの後が嫌だとかねこれ最後にした方がよかったかな、うんうん、やっぱりかっこいいって、はい、やっぱりかっこいいですよね。あれ YK さんこのシャツとか大好きそうじゃん。お持ちです。あ、だよね、はい、だよね、はい、うん、めっちゃかっこいいですね。本当にいいの買ってもらってる、はい、パンツもお持ち。パンツはない。あ、そう、はい、パンツもありますよパンツがもうこれしかないです。あ、そうなんだ、はい、うん、いいね、うん、こんな感じです。いや、綺麗、めちゃくちゃ、まるでユーコリンみたいあーユーコリン、ユーコリンが聞いたら怒られる、うん、はい、大丈夫。じゃあお値段いきます、うん、はい、こちらの、マレーラのブラウスが、はい、ブラウスです、うん、49,500円です、うん、はい島区さんの洋服は間違いなし。それを生かしているのはモッチーさんはじめ島区のモデルさん方々の力。ありがとうございます。ミエルカリメレオさんの力。本当です。コメントありがたいです。島区のユーコリンモッチーさん、キャー、どうしよう、うん、大丈夫。コリン星から来たって言っちゃおうかな。いや、もう殴り殺したくなっちゃって、うん、はい、はい、こちらですね、いろいろ入ってます。朝シルク、レーヨン、うん、はい、金属繊維、ナイロン、本当、本当素敵だ。で、パンツ、うん、パンツがじゃじゃん、パンツがですね、はい、51,700円になります。いい値段だね。でもやっぱこの生地がね、うん、もう一回、本当に綺麗なんですよ、うん、ね、このラメがめちゃくちゃ綺麗なので、はい、本当に特別だと思います、はい、こちら。麻とかシルクはネップって言ってこういう織り傷みたいのがところどころ出てくるんですけど、これはもうこの素材の、特性でしょうがないので、むしろこの織り傷っぽく、うん、ポコンポコって出てるのも全体を大島紬なんかと一緒ですね。こういうふうに出てきますから、それはもうそのまんまのものですね。でもそれがなんか朝っぽくていいですよね。綺麗です。感じになります。はい。はい、じゃあ次いきます。はい。なんか心配になってきちゃった。え、何かユーコリンが？これが一番いいかなみたいな。あ、そう、そう思う。じゃあ次いきます。うん、はい。でも素敵だよそれ。素敵です、ね。うん、そのバッグまで聞いたね。本当ですね。うん。それはポンギの夜だね。そうですね。今日はですね、モッチモッココーディネートが3点、今で2点、次3点目ですね。その後パッココーディネートをモッコが、また3型、3シリーズ来てくれる形でライブをやっております。今までとまたちょっと趣向を変えてやってみましたので、それもひっくるめてお楽しみいただければと思います。うん。でもね、白、あ、そうか、すいません、余談でした。少々お待ちください、今着替え中です。以前だとこういうつなぎの間に画面越しに喋ってたのに、パッコ全然喋んなくなっちゃって。座ってても喋っててください。はい、わかりました。はい、今画面誰もおりませんけれども、今モッコが、着替え中でございます。もう出てきますので少々お待ちください。うん、ブカブカがそれはまた面白いけど、どう？ゴ
あ、別にいいじゃん。いいです。うんうん。もうなんかノリノリだね。すいません。はい。ちょっとお待ちください。それでベルトをなんかこう、なんて言ったっけ、よくバッグなんかのさ、はい、荒縄のようなさ、あ、いいですね、自衛隊とかああいうところの人たちのやってるベルト、はい、久しぶりですね、パッコーで楽しみです。ぜひ楽しみにしてくださいっていうほど何も気合い入ってはいないけど、ちょっといいかもしれません。こんな感じで、おベルトがちょっと綺麗すぎるけどね、まあまあそれでいいんじゃないですかね。はい、はい、確かになんかわかる、うん、この辺がそうそうそう、ブランベールのさ、黒のグログランのベルトなかった？うん、そのぐらいのやつでラフにキュッてやった方がかっこいい。暑かったですね。ね。でも昨日みたいな天気の後に今日みたいな暑さとか天気って嬉しいね。はい、そうですね。単純に元気が出る。はい、本当に。何でも元気出ますね、うん、さん。はい。えへっ。えへっ。なんか人の流れがこう良くなってくるとそれだけで嬉しい。道行く人が増えるとそれだけで嬉しい。元気の自分発で、はい、よいしょ、すいません、うん、こんな感じですかね。うん、そんな感じでいいと思います。この例の、うん、このファスナー使いのパンツが、うんうん、はい、このカーキブラウンみたいな色がありまして、うんうん、こちらを、ご案内します、はいはい、こんな感じで、はい、もう本当に可愛い、はい、あ、可愛いというかおしゃれなパンツ、はい、おしゃれね、かっこいいよね。もうなんか暑くなったので、うん、もうタンクトップとかでなんかこうすごいラフな感じで着たらすごいいいかなと思って、うん、今日はタンクトップにしたんですけど、うん、はい、この上にこれを着たいなと思います。ブランベールのショートジャケットです。今日最初からそれ着たいって言ってたもんね。はい、きっと着たいんですね、はい、わけわかんない会話だけど、 あら、なんか可愛いじゃない。ゴールドが邪魔かな。いや、いいんだな。こんな感じになります、うん、まあシルバーの方がバランス良かったね、全部ね。そうですね、うん、ちょっと外すか、うん、このブランベールのジャケットがとにかく使えるものですから、うんうん、よいしょ、今日はこのワイドパンツと合わせたいなと思いました、はい、うん、このワイドパンツはで下半身ヒップとかがバーンってある方、普段普通 お店によるとヒップが合わないとかちょっと太ももが合わないとかいう方たちにスペシャルおすすめ。本当にね、本当にサイズ選ばずのかっこよさ、めちゃくちゃかっこよく着られますよね、うんうんうん、あと素材感もね、トルネがあるのね、見えなくてですね、うん、あんまいいんじゃない、いいですか、ね、うんうん、はい、最近持ってキャメルに合いました、ありがとうございます、うん、なんか私キャメル系ブラウン系ばっかり最近選んじゃうんですよね。あらあらあら、パッコーデのやつもそうじゃん。
発光でもそうですね。オールブラウン。キャメルばっかりですね。君に合わせたんだよ。なんでそんな忖度してないあ、そうか。はい、はい、こんな感じになります。このぐらいでいいや。はい、この感じがなんかいいな。なんか脱力感あってさ。はい。いいね。なんかそこら辺に捨てられた女の子みたいでさ。それでさ、あのサンダルがいいね。あ、サンダルいいですね。この感じでね。もう完全にそこら辺に捨てられた子みたいじゃん。言えなき子。その感じがちょっと個人的には今、はい、あのいいなと思ってる感じで、あのこのショートのジャケットだからこそいいんですけど、うんはい、あのその感じがちょっといいなと思って、あのちょっと今日はチョイスしました、うんうん、いいかもしれないよ。こんな感じで、うん、なんか今から秋につながるコーディネートで、はい、ちょっとなんかこの脱力感が私はいいなと、うん、あのいいと思いますね。このパンツなんかいいよね。このパンツいい、ね、本当に使える。うん、お写真撮っていただきました。忘れちった。はい、良いですよ。感じがちょっとおすすめしたいです。はい、それぞれに。そのパンツもラスト。このパンツラストです。うん、十眼鏡にあとね、からしがある。ああ、そうなんですか。はい、はい、じゃあからしとこちらでラストになります。はい、はい、こちらのパンツが28,600円、はい、28,600円。グランベールのジャケットが、うん、51,700円。はい、51,700円。このジャケットでもすごい使えます、うん、本当に形いいですし、ね、大活躍、うん、このキャミソールが1980円になります。はい、はい、いいじゃない？なんかいいですよね。うん、なんかいいと思う。うん、いや、これはもう黒のね、サンダルだね。黒のサンダルいいですね。なんかすっごいラフなの。ラフで、そうそう。すっごいすっごいおしゃれにうるさい変な人。そんな感じです。はい。はい、マレーラのキャメル系とはまた違う、うん、そうね、そうね、うんうん、そうそう、そう思います、そう思いますね。そんな感じですね。はい、以上、木工でが終わりで、ではバッコーでいきましょうか。それからいって真ん中のディスプレイ外してなかった。うん、違う違う、真ん中のってそれですよね。違う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 、それ2番目に、それそれ、あ、あ、これから、そう、あ、終わりました。で、黒のあれね、ハイカットね。こっちは何色ですか。黒黒でいこう。で、その上にデニムを羽織りたいから。そうです、そうです。はい。はい、次はパッコーデになります。パッコーデはオーソドックス、ベーシックにいきますけど、部分的なエグさみたいのはありますが、そのエグさはエグいと思いません。自然な感じで見ていただければ幸いです。黒のハイカットのスニーカー用意してる？はい、はい、おそらく試着は一回も今日はしてもらってないので、若干どうだろうっていうところはありますが、おそらく間違いなくかっこいいはずです。心配なって。うん、綺麗綺麗。多いです。うん、おいおい、首首。はい、ゴールドでいいです。うん、ゴールドでいいです。
うんうん、綺麗よ綺麗よ。濃いです。はい。ちょっと裾は収まってますか？はい。うん。はい、前すりのあれですね。はい。ローブさんの裾がリブになってて、はい、ちょっとスリット入ってる、はい、とろみのあるなんかジョガーパンツ、そうですね、になります、うん、ちょっと女っぽい感じのね、うん、あのかっこいいって、かっこいいです。もっとアップになしてもらっていい？でこのまんまでいいんだけれども、ちょっと突っ込んでみて、はい、うん、どうせだったら突っ込んで少し下げて、そうですそうですそうです、そうですねそうですね、綺麗にできてませんけど、うん、その感じで大丈夫、うん、お、ヨカちゃん、ヨカです、ヨカでした。さっきのあのバッグ持っちゃうか、はい、これに逆にエレガントなバッグを持っちゃいます。うん、あ、いいねいいね、はい、かっこよいよ、はい、そしてこれで、このパンツすっごいトロトロしてて本当履き心地がいいですね、うんうん、このイブルースのブラウス本当に絶品です、うん、実際ここ紐が効いてるので、ここ何もいじる必要ないんだけど、ちょっと中入れてもらって少し差し滑ると遊んでみます。久々に、これキュッとやってみて、キュッとやるっていうのはもう一回そこで若干ポイントを作って上を崩したい、これを代わりバットに貼って、夏の黒もいいですね、かっこいいって、ありがとうございますね、いいでしょう、うん、よかよか、はい、うん、で、ここから、はい、そうです、綺麗なラインのブラウス、かっこいい、これバイアス立ちでね、本当に綺麗なんですね、シルクアセテートで、はい、そしてここに一回今ウエスト、わざわざポイント作る必要ないんですけれども、羽織るの思いっきりこういう、ダンガリーとかデニムのシャツぐらいを羽織りたい、もうちょっとシーズン行けばね、革のジャケットとかいいんだけど、今は夏だからこのぐらいでいいのかな、うん、いよいじゃない、袖は上げます、うん、上げて、めくって、二めくりぐらいでいい、うん、そのぐらいでいい、すごくイケてるって、はい、そのぐらいでいいと思います、うん、そんな感じ、そんな感じね、でもう一回バッグ持ってもらっていい、でその感じでいいんだけれど、前失礼します、今度ここベルトを使ってるので、ここを結ぶとポイント崩れちゃうから、このまんま突っ込む感じにしてみてもらっていい、はい、よし、それを突っ込むところでウエストがもたれるように、へたらないように、そこで差しベルトをポイントで使ってみたんですけどね、そうですそうです、その効果を生かしたい、こんな感じで、はいはいはい、いかがでございましょうか、かっこいい、パンツがまた、うん、そうです、ポイントはこの柔らかいトロトロしたパンツ、あのカジュアルなねカーゴパンツなんだけれども、素材ゆえに女エレガントなんですね、はい、このエレガントにシルクのエレガントのバイアス立ちのブラウスを合わせて、でちょっとこう上着をバチッて決めすぎると夏の軽快さが出ないので、あのダンガリのシャツ、デニムのシャツを着せたいんだけれど、着流すだけだとまたこれもちょっとつまんないので、中に少し突っ込みたい、でもさっきの最初の紐のまんまで突っ込んじゃうと突っ込んだ前が持たない、
うん、ここが持たないのでね、ここが持たないのでサッシュベルトにポイントをガチュッと作っといて突っ込む、突っ込むとここのシルエットがしっかり生きるかなと、うん、はい。パンツはカーゴなんですか？カーゴです。片側にポッケがある、うん、あのカーゴなんですけど、はい、とろみが効いててちょっとエレガントな、うん、パンツになっております、うん、ね、かっこいいよね。かっこいいです。まるでモックじゃないみたいよ。あ、都会派。都会派ですよね。めっちゃかっこいいじゃん、うん、めちゃかっこいい。横向き見たいですって。はい、はい、綺麗に収まりますでしょ。反対向き、はいはい、反対横です。うん、で手を上げてみましょう。カーゴが見えるように。はい、うん、いい。裾はどんな感じですか？パンツの裾かな。パンツの裾はある？同じ？ないです。もうないかな。リブ、うん、リブがついてて、うん、で割れてます。あ、リブがついて割れてるのね。はい、はい、リブがついてて割れてます。はい、ちょっと同じものがないんで、うんうん、あれな、また脱いだら、うん、あのご覧いただくようにします。はい、収まってます。さすが。この時の本当にね、ちょっとしたポイントなんですけど、これはまあ、あの羽織んなくていいんですけど、羽織った時のイメージ場面を調整するとやっぱりちょっと入れたいんですね。最初みたいに着流していいんだけれど、入れるとすると確率的に入れてもここのところがボソッとなっちゃうんで、はい、ここをしっかりボソッとならないようにここで一回キュッとポイントつけてるっていうのがこのコーディネートの締まってる、要するにストロングポイントです。はい、はい、かっこいい。かっこいいです。で、色白着てみて、どっち、はい、脱いだ時綺麗だもん。綺麗ですよね、はい、本当に美しかよ。ユークリンだから、目白の。悪くないって言わないの？悪くはない。出るじゃん。はい、またね、インディゴになると雰囲気ガラッと変わります。はい、はい、感じになります。はい、もうこのままでいいんですけどね。このままで着る場合はあのサッシュベルトもいらないし、さっきのあの紐のままでいいんですけれど、このサッシュベルトを使っているのはあえてあくまでもこのシャツ、あのデニムのシャツをインしたい、フロントインしたいという部分で押さえを作る、そこがちょっと大事かなと思いますので、はい、こちらもやってみてください。どうやるか。2回目ちゃんとできないのが君の持ち味だけど。さっきなんでできたのっていうぐらい。まぐれ輪行、ほらあんまりよくできない。もうちょっと開いて前、上襟のところが、上襟とここがペショってる、うん、そう、突っ込みがしっかりできてない。そうそうそう、ギュッと突っ込んでちょっとブラージングしたら綺麗に、まあ、かっこいい、かっこいい。はい、うん、あ、いいね、いいね、まるでイタリアの人みたい、はい、まるでミラノコレクションに取材に来た、なんだ、あの記者みたいですね、うん、はい、そんな感じです、うん、あ、かっこいいです。感じになります、うん、かっこいいと思います。はい、ありがとうございます。値段、はい、お値段いきます、うん、あ、それとあのグリーンのやつも見ていただいて合わせて、他に色なかったっけ？2色で、うん、はい、ブラウスはこちら2色になります、はい、このパンツと、このパンツとね、このグリーンのブラウスだけでも綺麗なの、ほら、うん、めっちゃ綺麗なんです。
ただちょっとだけあのインディゴデニムを着せたかったんで全体を黒で抑えたらもっとやっぱりいいかなと思いました。それと特筆すべき単純な着方なんですが、この足元見えますかね、ちょっと足上げてみてもらえる？どこの部分ですか？うん、足元そこのところ、ここら辺、うん、そう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 、このねハイカットの黒にこの黒のパンツ収まり方めっちゃかっこよくないでしょうか、うんうん、これがねもう単純に着こなしする時のスーパーポイントだと思います。はい、はい、おすすめです。この足元の感じ、うん、普通にかっこよく収まってます。上に何持ってきてもいいと思います。裾がすぼまってるからまたかっこいいですよね。そうなのそうなのそうなの、たごみとね、はい、とろみ、そしてこのデザインおすすめですね。おすすめです。はい、こちらイブルースのブラウスが27,500円です。はいはい、で、こちらのパンツが、はいはい、パンツが16,280円です、はいはい、で、こちらのダンガリーのシャツが、はい、13,200円です、はいはい、でこちらのインディゴ、はい、こちらは、ポケットありになります、はいはい、こちらが、ね、足長効果もありますねって、あれ足長効果もありますね、足長効果もありますよね、うんうん、あのすごくまるで足が長い人みたい、はい、綺麗ですもんね、ですよね安心していられる。最近すごいよ、つわもの。俺が何言っても意にも介さず。いやいや、今、はい、今ちょっと、はい、あのそのまま受け取っちゃいました。うんうん、いや綺麗、かっこいい。こちら あのポケット付きの、うん、ダンガリーの方も13,200円になります、はいはい。すごいかっこいい。ちょっと肩が今あれ。パンツ試したいです。これラストです。ね。はい。はい、ぜひ。ラストだよね。ラストです。多分。2号店はないもんね。2号店はないです。うん、あるとしたらあの焦げ茶っぽいのが1本ある。あ、グレー黒はこれが、うん、最後です。はい。はい、あのお取り置きしておきます。じゃあ次行きます、はい。うん。そっち行きましょうか。こっち。うんうん。皆さん見ていただいて安心の。でそれ着てもらった後に T シャツ脱いでそのゆったりしたニット、はい、でそれルーツはついてますよね、はい、うん、それでベルトも仕込んどいてください。そこに用意してるやつ、バックルはゴールドでもいいですか？うん、ゴールドでいいです、ゴールドでいいです。うんはい、これいいね、でも綺麗ですね、うん、はい、少々お待ちください。あと 2,3 分かかるかもしれません。何かってことではないんですけどね、あれもう一回単独で見たいとかいうのありましたら言っていただいたら、パッコが画面越しにあの案内いたしますので、よかったら遠慮なく言ってください。今度のは今日34度の中ゴルフしてました、汗だくで紐の女になりました。いや今日ゴルフ場暑かったでしょうね。でもすごいエネルギッシュですね、いつも。
どうしました？ベルト？うん？今持ってったじゃん。そこに、うん。これはユーコリンだね。みゆきさんアクティブって本当ですよね。30今日ゴルフ行ってたって。すごいね、エネルギッシュ。暑かったと思います。うんうん、出したままでいいんですか。うんうん、出したままでいいと思う。出したままか。もうこれは普通にね。さっき1号店でモッチーさんがいじっててね、あ、いいね、それやらせてもらおうって。うん、もうこれこのまんまです。何も、爽やか、綺麗。フライガールの、はい、全部紺のパンツと T シャツです。はい、以上。で、ジャケットが、はい、そうです、そうです。これがね、なぜかワンセット全部揃ってるもんですから、ちょっと不思議な状態という言い方は変なんですが、ちょっとまあ不思議なもんですから、これはちょっとね、ぜひ皆さんにもう一回見ていただきたい。工程はほとんどないです。うんうん、そうした場合は中に突っ込んでもらった方が良い。2号店は全部売れたのね。パンツが2本ありますけど、うん、やっぱりでもこのシリーズ着やすいし、綺麗だよね。うん、形もいいし、色が綺麗で、うん、本当におすすめです。もっこよく似合ってる。ありがとうございます。うん、買う。あれ。じゃあ、うん、あ、いいね。で、ちょっとウエストのとも布ベルト。はい、はい、お、よいじゃない、説明してください。ファッションさんのコーディネートですよね。いや、ほぼ君がいじってたままですから。いやいやいや、今はファッション会です。はい、はいはい、やはりキャメルなんかいいよね。うん、で、逆にキャメルの色を全体に増やしていきたい。うん、なぜならば夏だから。よく言うところの秋色、夏素材とか言うじゃない。もうまさにそれにうってつけの色かな。確かに、はい、秋色、夏素材、はい、誰が見ても夏服なんだけれど、今着るか、今から着るからね、やはり霧の T シャツ可愛いって可愛いですよね。今から着るから、この色がより破壊的な効果を生み出すような気がします。ジャケットも長袖ですけど、だからいいの、ね、うん、これが半袖だったらやばいから。いや、あの春先とかじゃなくて、今でこそ生きる色とか、そうです、今着るものです。はい、すごいかっこいいと思います。うん、良いじゃない。はい、あら、いよいよ、うん、マジでいいじゃない。マジでいいですよね。うん、よくお似合いです。あとパンツは2方、こっちにもある。フレアパンツ、うん、フレアパンツ当ててみてください。それとテーパードのやつと、あとカーゴがありますね。はい、あ、そうだ、うんうん、パンツは3種類か、あとカーゴか。はい、はい、パンツは全部で4種類あるんです。4種類ね、はい、はい、それだけ気に入って入れております。このパンツも綺麗ですよ。単品でも本当使えるので、うんうん、すごくそれぞれにいいアイテムだと思います、はい、ね。もうなんかこれはコーディネートがどうのっていうことより、うん、王道かっこいいね、うん、おしゃれ。色がいい、このキャメルの色は、はい、まずないですよね。うん、そう思います。この色がいいと思います。はい、そんな感じですね、こちらはね。はい、いいね。はい、うん、なんかしかも足元軽快、動ける人みたい。うん、本当ですね。はい、ハイカットが効きます。はい、そんな感じです。はい、はい、お値段、あ、そうですね、はい、あ、違う違う、お値段じゃあっちだ、あっちを切るんだった。はい、はい、先にお値段を言いますか。うん、そうだね、はい、はい、お値段を先に言います。はい、こ
こちらのフライガールのジャケットが47,300円。はい、47,300円。キリンの T シャツが26,400円。はい、はい、こう言ってボタンがついてて、うん、ラメとかすごい効いてます、はい、でこちらの、パンツ、うん、かわいいよね、はい、パンツが、うん、パンツが26,400円です、はいはい、じゃあこちらから着替えてきます、うん、はいはい、それで単純にカーディガンの方もちょっと持ってきてるんで、カーディガン羽織ってみてくんね、今のそれで。ジャケットまではいらないわっていう、もっと軽い着方がしたい、もう同計測で全部揃えてみました。あ、これ持ってなかった。ん、あ、そうそう、あ、そのバッグも担いでリン着てリン。もう完全な同系色、色合いもほぼ一緒なんで、この感じもまた綺麗かなと。でこのまんまだとシンプルシンプルに収まりすぎるので、ここに一癖つけよう、バッグで調整したいかな、はいはい、こちらは平のニットになります、はい、で、はい、そうですね、です、はい、同系色をかぶらせまくる、重ねまくる、どうでしょう。おしゃれですね、うん、ただ素敵、うん、ね、同系色をここまで重ねるとちょっとしつこいというよりやっぱり見事に綺麗だと思います。本当ですね、はい、良い、なかなか揃わないですね、うん、ここまで色が。そうですね、はい、本当にそう思います、はい、なかなかすごいいい色合い、うん、ね、本当に微妙な濃淡が、はい、逆にいいですね。おしゃれって、おしゃれですよね、はい、はい、で上を着替えてみましょう、はい、そしてね、このショートパンツに一番相性がいいんじゃなかろうかと。ね、そのニット素敵、初見かも、夏のキャメルいいっていいでしょ。そして今度着るこのプルオーバーのゆったり感が今のショートパンツにはベストマッチみたいな気もしますので、ちょっと楽しみにお待ちください。そうなんです、本当にね、今からですね、キャメルね、これから暑くなるところに秋っぽい色の色を大きく見せていくと、なんかそれだけのキラキラおしゃれです。おしゃれがガンガン、おしゃれ度がアップします。うん、もう突っ込んだ方がいい、最初から。そのゆるさが絶対ポイント。もう突っ込んだ感じで、はい、ジュディ・ヨングしましょう。はい、はい、ジュディ・ヨングです。ダラリラリラリリ、女は海。はい、はい、はい、こちらも同じフィラのニットです。この感じちょっとどうでしょう、ショートパンツにあのこの分量感のニット、薄手のね、おしゃれじゃないですか。めちゃいいです、はい、これでさっきのバッグが完璧です。おお、かっこええやんか、かいい、ええやんか、かっこいいです、ね、さすがです。いやいやいや、自画自賛しまくってる。でも素敵だよね、はい、すごい素敵、うん、この平のニット、はい、すっごくとろみがあって、はい、とってもあの着心地のいいニットで、はいはい、パンツ右側、うん、腕を上げてほしい。今ちょっと畳んでたんでね、座ってますけど、大分量なんですけど袖口のところでね、キュッてなってるんで
体の動きでこのニットも揺れる、うん、T シャツを着てるぐらいの感じのね薄さなので、はい、本当です。ちょっともう誰が見ても綺麗、ヨカニットっていい女に見えるね。本当です。ね、そのニット大好き、うん、いいです、いいですよねこれね、うん、何これ、まるで洗練された超都会派の。本当ですね。うん、アキコ・モチズキ from Japan。 本当ですよ。そんな感じですね、はい、何のコンテストでしょう。はい、うんだね。いや、めっちゃかっこいい、夏。おしゃれだよね、はい、うん、で誰が見ても夏だからね、うん、誰が見ても夏ですね、で、はいはい、これは足元のハイカットの白でポイントを、うん、少し下げたところに白を持ってきてます。ここで足元までね、あのショートブーツなんかで合わせても面白いけど、やっぱり白、うん、そのとろみ感素敵、セクシーって、いいですよね、うん、すごくすごく素敵です。この収まりもすっごい良くて、うん、もう全然ずれたりしないですし、ね、着心地はもう絶品。ここが綺麗に入るんだよね。そう、綺麗に入るんですよね、はい、すっごい綺麗に着られます、はい。いや、いいね。これで半ズボンっていうかショートパンツっていう合わせが全体のバランスを作ってくれるかな、うん、そんな感じがしますね。 おしゃれ、すごいおしゃれです。うん、いい色、うんうん、まるでもっこおしゃれな人みたいよ。まるでおしゃれな人みたいですね、はい、あららら、はい、ちょっとおすまししてたら雑誌の モデルに慣れてる感じよ。本当ですよね、うん、あららら、うん、シュプールじゃないね。あ、シュプール、うん、ジャパニーズボーグ見たことないけど、ジャパニーズボーグの表紙の裏側モデル。あ、悪くない、悪くないか、はいはい、でもどうでしょう皆さんね、夏にこういう、ダークな色、ダークっていうかね、キャメル、夏のキャメル、いいと思いませんでしょうか、うん、思います、ね、はい、明るい色がどうしても夏、うん、まあ島明く店内でもそうなんですけど、やっぱり目につくっていう部分では明るい色にね、皆さんあの手が行くんです、目が行くし手が行くんですけど、逆にもうひとひねりしていきたい部分、うん、もうちょっとワクワクが欲しいのよねっていう場合は、少しダークな感じに、色をダークに切り替えていくと気分がすごくダダ上がりするかなと思いますね。ミュー・カリメロさん、買っていただいた白の麻のスカートにこういうのをファッて流しても素敵だよね。綺麗ですね、かっこいいですね、うんうん、かっこいいと思います。そんな感じですかね、はい、はい、じゃあお値段いきます、はい、こちらのヒラのニット、はい、こちらは色違いがあります。それいいよね、そのね、その色もいいんだわ。この色もキャメルと思いますよね。そう、そう、あの着てもらうのに迷ったんだけど、うん、そう、綺麗なのよ。こちらのお色もありまして、はい、フリーサイズです、はい、39,600円になります、はいはい、綺麗よ。でパンツが26,400円です、うん、ね、本来だと、本来っていうことじゃないんだけど、イタリアカラーみたいな感じで、このブルーとね、キャメルの好き、その色もって、そうですよね、キャメルとこのブルーの組み合わせがね、割と王道に近いんだけれどね、イタリアンコーディネート、今からバンカーにもおしゃれに着れそうですねって。そうなんですよ、本当にそうなの、いいよね。なんて言うんだろう、素材の薄さ、そうですね、うん、あとなんかとろみが体にこうしとっときて、うんうん、めちゃくちゃ着心地が、うん、もう気持ちがいいだよね、はい、うん、そんな感じでね、あの、まあ、単純に同系色でか全部揃えてみたんですけど、同系色を揃えることで、その身幅でその襟ぐりってともするとズルズル収まりが悪いことあるけど、そこはさすがヒラですね、うんうん、もう相変わらずパーフェクトなコメント、だれないですね、うん、ニットが、はい、はい、スッてね収まるんだよね、うん、綺麗に体を包んでくれる、ね、うん、はい、うん、そうですね、うん、こういう感じで夏にダークな色であのトータル合わせていくと、そこはまたそれが抜けるようなね、鮮度、新鮮さを醸し出してくれるとも思います、うん、こういうダークなあの統一、はい、ワンカラーで統一した着方もまたこの時期だから楽しめると思います。はい、これは関係ない、うん、関係ないです。
単にそのパンツにこういうニットもいいよねって。そうですね、そうですね、うん、うん、それですね。そして足元はさっき言ったように、はい、今度はガツンっていく、下がこう軽やかになるじゃない、はい、はい、次がラストになります。ラストが若干若干えぐい感じになりますけど、このえぐさは普通に楽しんでいただけるかな、楽しんでいただきたいなっていう気持ちで軽いコーディネート作ってみました。もう皆さんご存知だと思うんですけど、シマークでは5、6年前から夏にブーツとかショートブーツ、あとブーティーとかを履くことをお勧めしてきてたんですが、ずっとなんじゃこれって感じでね、周りの人たち見ていましたけど、この1、2年特にこの夏、街中普通にショートブーツ合わせのコーディネートが増えてきましたよね。夏にショートブーツなんてとか、ま、夏にブーツって変とか見えてた部分の感覚が、それが割となんて言うんでしょうね、スタンダードな感覚になってきてるので、そこのところはもう普通に見ていただけると思いますけれども、まあ何が言いたいかというと、概念にとらわれないで、単純にその全体のシルエットとかバランスを見ていただいた上で、わーって感じるものに、そこに感じる素敵があったら、もうそれはどんどん取り組んでほしいなと思います。周りはこんなの着ないとか、この夏なのにそんなの着ないとか、夏に革のジャケットを着てへんってことも全くないですし、その革のジャケットがその瞬間全体のコーディネートにバッチリ合ってれば、合ってればっていう前提ですけどね。なのでまあ、シマークでそういう概念をちょっと取っ払って、見た時のインスピレーション、それをぜひ謳歌していただきたいと思います。それは着方君上手だよねうんうん、それでいいんだよな。そしてブラウンの、まあそのままでいいけど、また別の着方したい時にはブラウンのさベルトをすればいいし、まあでもこのままでいいと思う、これは。はい、言いましたな、ソーレースのパンチングに近いような感じのね、ショートパンツ、こちらもなんせまだ売り場に出してなかったという恐ろしいお店ですね。もう3ヶ月ぐらいバックヤードにまだ、もう夏なのに、今このライブのために初めて出したパンツです。なんてこった。着こなしのちょっとしたテクニックやコーデがとても勉強になるので、時々やってください。パッココード、コーデ、あ、ありがとうございますね。モッココーデだよね。いえいえ、ファッションさんが腰が重くてですね、はい、なかなか動いてくれないんですよ。皆さん言ってください。何をよ。もっとやってって。あ、やってるやんかなんかグルーブナイトなのに一人グルーブになってる感じですし、はい、あ、そうかそうかそうか、はいはい、はい、こんな感じで、うん、白いレースのパンツって意外にこう、はい、足元おぼつかない感じになっちゃうので、はいはい、ロングブーツ、そうですね、うん、ハイカットのスニーカーとかがね、普通にはこうスッといくかなと思ったんだけど、ここはあえてね、ロングブーツで作ってみました。この感じで軽快に軽やかに、わ、なんか面白いし、レースにブーツって、あ、でもそこに違和感がなくて、あ、単純にスッと入ってくるようであれば、それはもうとてもいいこと、いい意味でね、受け入れて、むしろ持ってらっしゃる部分のものがあれば、これがレースのスカートでもそうだよね、
存分に使っていただきたいのと、これもさっきと同じパターンでやってみて。パターンでって、サッシュベルト黒のさ、 あるいはルーズベルトを使って、茶色もありますけど、うん、茶色、うん、だから茶色よ、黒のって違う違う、さっきと同じパターンでって言ってもで、そのおリボンはしまい込んじゃうね、パンツの。ムッチーさん、かっこいいのも大人かわいいのもどちらも着こなしが素敵ってね。ありがとうございます。これ甘い感じなんだけど、こうやって合わせによってハードに合わせてしまうと、うんうん、すごい逆にキュートになるよね。そうですね、うん、逆にそうですね、かっこよくキュートになる、はい、うん、どこかで締めないと私ダメなんですよ、うんうん。でこれもさっきの応用編ですけど、同じ着方をして、例えば下が普通の織り生地のものと、こういうレースの織り生地のもので全く見え方が違ってくるので、そうですそうです。うん、いい感じよ。ちょっとベルトの締まり方がキュッとなってないけど、あ、いいね、いいね、うん、そうですそうです、はい、こんな感じの着こなしいかがでございましょうか。これで何か覚えしとかなかった、グレーかな、グレーキャップ白でもいいか、グレーの方がいいかな、ちょっとそこでかぶってみて。そのグレーと白どっちがいい、グレーの方がいいか、グレーがいいか、うん、ね、それでバッグありませんか、お、かっこいいかっこいい、背中の抜け方もいいし、さっきのキャメルか、うん、キャメルになります、うん、もうじゃあそのままでいい、はい、うん、実際にグレーのキャップ使います、ね、うんうん、この感じね、ちょっといいんじゃない、はいはい、これででっかいバッグが、この横の感じも収まりもいいでしょ、うんうん、はい、後ろの収まりも、はい、ちょっと今モッチーさんにはこのパンツ大きいんで後ろで重なってますけどね、まあ、レースのパンツもこういうふうにきれいに女らしく優しく合わせると当然綺麗に優しく可愛く収まるんだけれど、レースだからこそその特性を逆に使って思いっきりこう少し、うん、ハードにっていうことではないんですけど、カジュアルダウンしていただくとまたこう全然別の世界がここに作れるような気がします。はい、そう思います。はい、はい、キャミンか、このキャミン、うん、紺とグレーです、はいはい、でこちらはね、シマークオリジナルのダンガリーのフード付きのブラウス、はい、素敵なコーデとモデルのモッチーさんの着こなし素晴らしすぎて全て欲しくなります、困る、あ、嬉しいです、もうね、連日お買い求めいただいてありがとうございます、はい、でもこういうのね、見慣れた感とかあるなしじゃなくて、見た時にあ、こういう着こなし面白いなとか、あ、ぜひやってみたいっていう部分がを感じていただいたら、それはもうぜひね、手持ちのものでいいからぜひぜひ着てみてほしいです。こうやって前突っ込みも普通に前突っ込みすると非常になんていうんだろう、もうなんかそれ自体がやぼったい感じもしてくるので、そこを変化持たせるというか、前突っ込みの感じあるいは前を突った感じ、それを全く払拭するように、私はこういうふうに着たいとか、そういう部分の自分の思いを意思をそこに表すと、そこにかっこよさが際立ってくるかなと思います。やはりそこにポイントを作ることで、単純に突っ込んでるっていう気楽さで突っ込んでるんじゃなくて、みんながそうしてるから取ってつけたような突っ込みに皆さんなっているので、はい、せめて
シマークのこのライブとかを見ていただくか、いただいている皆さんにお伝えしたい。自分の意思で自分の感覚でやってる、みんなこうしてるよね、今こうやって着るのよね的なものではもう全くなくて、それはもう払拭していただいて、こういうふうに着たらかっこいい、こういうふうに着たら今もっと素敵、それを求めて鏡の前で遊ぶ5分10分あってもいいかなと思います。そちらそういう部分をひっくるめて、やっぱりファッションって楽しいなって、私はできないわっていう部分も当然あるしね、あでもそういうそのぐらいだったら着る、レースのパンツはともかく、これでジーンズだったらどうなんだろうってね、普通に下はあのデニムで全然かっこいいし、ただまあちょっとこういう部分の流れの中でね、ちょっと足元とか崩してみましたけど、夏のブーツも全くこういうふうに着てしまって、むしろあのファッションとして提案できる良さもありかなと思います。思います、はい、はい、なんか面白い、はい、っていうかかっこいいよね、かっこいいです、はい、ちょっとバッグがなかったけどね、今受けちゃうんですよね、うん、お値段いきます、はい、こちらのダンガリーのシャツ、うん、フード付きのシャツがブラウスが29,000円、はい、レースのパンツが、はい、ちょっとお待ちください、はい、レースのパンツが、はい、25,300円、はい、あ、私も前ツッコミよくやるのですが、後ろ身頃はどうしたらいいのでしょうかって、あまり気にしないでいいと思いますよ、前のツッコミ具合によりますけどね、 YK さんベルトとかもお持ちだから、ちょっと読み損なってるところあるね、そうですね、うん、後ろ身頃はどうしたらいいか、後ろ身頃は必ずしも突っ込まなくても着流してもいいですよね、うん、はい、今日コンペのパーティーで僕のあのワンピースを着たらとても素敵と褒められました、褒められなかったら周りが変ね、褒められてやっぱり皆さん素敵なね、お客、うん、あの方たちなんだなと思います。ダントツでコンペのパーティーなんか最高だよね、最高ですよね、うんうん、し、すっごく華やかに良かったんじゃないかと、うん、早速お召しいただけて、ね、すごい嬉しいです、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。そう、YKさん、YKさんの感覚からいくと後ろそのまま流しちゃっていいと思いますよ、いつもいい感じにされてますよ、うんね、うんうん、もう全く悩むとこないと思います、うんうん、はい、うん、と思います、以上ですね、はい、キャミが19,800円、はい、読み損ないないよなと、そうですね、うん、うん、OK かな、多分多分ね、はい、そんな感じですね、大丈夫かと思います、うん、はい、はい、はい、じゃあ、お願いします、ね、はい、はい、じゃあそのような感じで、はい、今日はおすすめコーディネート、はい、6選です、うん、はい、ご案内させていただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして、はい、明日は何もないか、はい、はい、次は、水曜日、はい、今シリが、うん、今シリが反応した、うん、あれ今日何曜日でしたっけ、今日月曜日ですよね、うん、次は水曜日、はい、8時から自由が丘ライブになります、うん、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お疲れ様です、はい、お疲れ様です、はい、お疲れです、はい、じゃあ今日もありがとうございました、はい、行きます、小関君もおいで、3人でグルーヴやろう、3人でグルーヴやるんだよ、はいはいはい、私負けないですよ、うん、知ってる、なんかライブにいなかったの、はい、グルーヴだけやりに来たそうだよ、そうだよ、はい、こんばんは、はい、じゃあ3人でグルーヴやりましょう、はい、じゃあ行きますか、はい、今日もありがとうございました、じゃあ皆さん一緒にグルーヴ行きましょうね、じゃあ行きます、はい、レッツグルーヴ、もう一回なんかぐちゃぐちゃ、せーの、グルーヴ。
けない負けない本当本当ね、今日も素敵いっぱいありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いつもありがとうございます。あまり考えずにですね、ありがとうございます。あまり考え、はい、ありがとう。いつもいい感じです、うん、ね、はい、ありがねえ、はい、さんいつもバッチリですよ、はい、ですね、はい、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、失礼いたします。お疲れ、お疲れ様です、はい。